知らせは、サーベースの方、このスマットに入ってきております。さあ、こちらも非常にね、激しいバトルが繰り広げているのではないかと予想されます。さあ、この60クラス、さあ、ソウルセッションからは、さあ、この高いヨーロッパ、さあ、これは非常にいいスタートを切ってくれるかどうか。さあ、1コーナー、さあ、この、さあ、高い、さあ、これはトップに落ちてきました。おっと、まず3コーナー、さあ、プロセスさせながら、オーバーセットしていったのは、堀田君が、さあ、堀田君が、3コーナー。さあ、これはちょっと攻めていきました。さあ、そして吉井はヒーローがちょっとクロスアップしまったか。さあ、3番手ブロック。さあ、4番手、そして5番手。さあ、この辺りも非常に面白い状態になってくると思います。おっと、娘の方がファウル入ってください。さあ、これは堀田君が非常にいいスタートを切っているのか。さあ、高い牛の人、さあ、これはちょっと追いやられておりますけども。さあ、最終コーナーを回って、さあ、まだ高い、さあ、トップを守っている。さあ、レース展開、まだまだ動きはさ あるかと思います。それにしてもこの後の展開の撮影に残していきたいと思いますけども、さあ、堀が入るか、いや、ここは最終コーナー入らない。さあ、3コーナーはちょっと勢いよく行きましたけどもね。さあ、ここはちょっと落ち着いた形でレースを進んでいる。さあ、練習撮影は中止。さあ、トップ高井、さあ、まだまだ、さあ、トップが落ちてきておりますけども、さあ、堀の前のスポーツはちょっと動けですね。さあ、これ最終コーナー入ってきた。さあ、堀田君が最終コーナー入って、トップに不動だ。さあ、高井龍太郎、さあ、2番手さあ、3回がまた入った3コーナー。さあ、ここは気合にして3回の、さあ、ブレーシング。さあ、ちょっとこれはしっかりクラッシュをかけていったのは振り切った形でしょうか。さあ、ここ2番手争い。さあ、ここは高井、そして吉井が、さあ、スタートを持っているが。さあ、吉井はまた負けない、負けない。さあ、ここは最終コーナー、吉井が入っていった。さあ、ここは横一線で放送。さあ、これは非常に荒れた展開に変わりました。さあ、その結果トップは堀、2番手にはこれは吉井ですね。さあ、そして3番手には福田クルムが、さあ、福田クルムが3番手、4番手に坂田さんが、さあ、上がってきている。さあ、高井、松井はちょっとちょっとしてしまいましたね。さあ、松井からはここで松井を折れて、ここでリタイアというような形になります。さあ、高井龍太郎はまだ成功しているので、さあ、ここで段階が早速なのではないかと思います。さあ、残り周回数は5周。さあ、吉井はフロー、そして堀田君へ。さあ、このようなバトルになるかどうか。さあ、
若干の水野の方はマスクがいいコースを走行する可能性がちょっとありますね。さあ、じわじわとここから堀田君も追いコースを追いる。さあ、残り周回数4分。さあ、これは絶対にちょっと動きがあるかもしれないと思いました。さあ、堀田君、周はフロー。3番手、福田。さあ、4番手には坂井戻ってきましたね。さあ、4番手、坂井龍太郎。さあ、まだまだ。さあ、これは周回数、残り3周。さあ、これは堀田君のちょっとピンチか。さあ、これは耐えられるか、堀田君。これはちょっと狙っていることでしょう。さあ、近づいているのは当然春に感じていると思います。さあ、これはチャンスと思えるか。さあ、それともきっと2番手でとどまるか。さあ、吉井はフロー行くかどうか。さあ、残り周回数に終了の成立となるか。さあ、この突破の勝利が動きが来そうなところ。最終コーナーで行くのか、それとも他のコーナーでタッチを打っていくのか。さあ、最終コーナー詰めていくのは吉浦。さあ、しかしちょっとここ最初の遠慮かと伸びきらず、タッチは大技にできず。さあ、残り正解数は1球。もしかしたら何度も人だらけと動いていますが、タッチは全部の影響はなし。さあ、ホームランが入っております。さあ、これはさすがに堀も粘るでしょう。さあ、堀、これはどうする、どうする。堀はこれ守る、守る、守る。さあ、堀はしっかりと守っていった。さあ、これはしっかりと堀が守りきりました。見事、変化つけた、本格で。さあ、2番手の吉田、2番、3番手の福田、4番手の坂